しもし、かほこです。はい、今日は何をするかっていうと、私の大好きなフォーエバー21で1万円分の洋服を買ってきたので、コーディネートを披露していきたいと思います。イエーイ。まず1点目、じゃーん、黒い真っ黒クロスケのズボンです。ちょっとダボっとしたシルエットになっていて可愛いと思います。で、両サイドにポッケがあって、意味のないおしゃれベルトみたいなやつが両サイドについていて、それもね、ちょっと強そうな感じで可愛いかなって思います。なんか夏服にしたらね、すごく暑苦しい感じでちょっと間違っちゃったんだけど、でも北海道は本当に全然暑くないから夏でも履けるかなって思います。ちゃんと予備のボタンもついてて、私ボタンの縫い方も知らないぐらい女子力が低いんですけれども、すごく優しいなって思いました。2点目、じゃーん、形がちょっと似てるかも、今のやつと。色違いではないんだけれども、ここに両サイドにね、これもポケットがあって、あ、後ろにもポッケがある。この色なんていう色？私あまり土みたいな色のお洋服着ないので、着てみたいなと思って買ってみました。あんまでも夏っぽくないね、これも。暑苦しいっちゃ暑苦しい。次、じゃーん、ショートパンツです。ちょっとしわくちゃなんだけど、これ確か300円ぐらいだったセールで、すごいよね。後ろにポッケがちゃんとあって、で、トゥルトゥルンってやつがついてるので、リボン結びをねしてくださいっていうことですね。で、私足が太いので、すごいしわくちゃなんだけど、履いたらねピンってなると思うので大丈夫です。はい、続いてトップスになります。じゃーん、赤とマゼンタカラーのボーダーですね。すごく生地が薄くって、もうこんな片手に収まっちゃう感じです。で、シワにもならない感じですね。すごくいいと思います。で、結構ショート丈でお腹が見える感じになりますね。私すごくパキッとした色が好きなので、お気に入りです。モンスターボール。で、ズボンはね、だいたい M サイズを買うようにしてるんですけれども、これはね、ピタッとしてる方が可愛いかなと思って S サイズをあえて買いました。モンスターボール。闘牛、なんか牛乳の匂いする。次、じゃーん、これもあえて S サイズを購入しました。お腹とかすごいブヨブヨなんだけど、まあいいやっていう感じで、ここにレインボーのロゴがついています。刺繍ではなくって、水が弾くような素材です。ツルツルしてます。ちょっとしたこのポイントがすごい可愛いなと思って購入しました。すごくない？まだあるの。じゃーん、やばくない？可愛い。こういう虫いるよね、こういう派手な虫。これ水着の上に羽織ったりしたらすごい可愛いと思う。で、これもね、リボン結びするような感じですね。ペペペって。最後、アクセサリーになります。じゃーん、やばくない？チャーリーとチョコレート工場のウンパルンパとか、ウィリーウォンカがかけてそうなサングラスだなと思って購入いたしました。視界が暗いですね、真っ暗。新車、イエーイ。はい、こんなに買って1万円ってすごいよね。1、2、3、4、5、6、7点買って1万円、全部で9983円。私お買い物上手じゃない？ちゃんとコーディネートとか組み合わせながら買ったのに、ちゃんとシュン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 。え？はい、ということで、これらのね、お洋服たちを使って3種類のコーディネートを紹介していこうと思います。3ルックだね、3ルック、イエーイ。で、私がもともと持ってたバッグとか靴とかアクセサリーも使っていくので、ちょっとご了承ください。イエーイ。
い、いかがだったでしょうか。何番目のコーディネートが良かったかぜひコメント欄で教えてください。この動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。